れ、ちっこちっこ、まつとくくじゅう。オリジナルの鯉のぼりを作ってるんですが、今年はあのコロナの影響で、まあ、あの昔からこのアマビエを作ると絵を描いたりとかするとあのそういうのは収まったということを聞きまして、今年はアマビエ鯉のぼりを作りました。この元々は、幕末の江戸時代の末期に、熊本の人たちから始まったものでありまして、当時の流行り病、おそらく結核であろうし、まあ、天然痘であろうしね、そういうものから、逃れたいと。しかし、治療もないしお医者さんもいないということであります。流行を止まることを願ったと、そういうものの象徴としてこのアマビエがあるわけです。私たちもそういうような思いをね、心を一つにして、流行を何とかして収束させたい、そういう祈りを込めてこれを奉納していただきました。